はい、こんばんは、高木充です。今回はですね、またクワガタ採集に来ております。ちょっとね、実家に帰ってたんで、家の近所の雑木林で採集するの久々なんですけど、今回は家から一番近い雑木林でクワガタ採集したいと思います。でちょっとね、雨上がりなんで、あんまりいるかわかんないです。いや、どうやろいるかな。もう結構ね、8月も下旬なんで、だいぶカブトムシとかが減ってくる時期ですね。さあ、じゃあまずは本命の木です。お、あ、いたいたいた、いました。カブトムシですね。カブトムシのメスだ。樹液吸ってます。いや、もうカブトムシシーズンはだいぶ終盤ですけど、いましたね。で、さらに下の方にノコギリクワガタのメスがいます。すげえ赤いですね。こいつもなんか樹液吸ってますね。で、他は、ああ5匹、あ、早っ、ゴキブリ、あ、ちっこいメスもいる。これはコクワかな。はい、コクワガタのオスもいました。結構立派。なんかこいつ赤いな。早早早。はい、今のコクワガタ取ってみました。なんかでかいとか言ったけど、そうでもなかった。中ぐらいのサイズですね。ただすごいなんか綺麗な個体です。まあでも、なんて言ってもこいつかな。カブトムシ、もうマジでね、あと1週間ぐらいしたら時期終わってしまいます。いや、最後まで頑張って生き延びて産卵してほしいですね。おお、すげえ、カブトムシとノコギリクワガタがいる。めっちゃこれ木の根元の方に樹液が出てんすけど、来てますね。あんまり大きくないけど、これノコギリクワガタのオスです。で、こっちはカブトムシですね。こいつもメスです。いやー、夏終わりやけど、いいとこ見れましたね。結構今年は喧嘩してるとことかも見たんですけど、この2匹は仲いいですね。いや、ノコギリはまだもうちょっと見れるかな。意外と9月に入っても見れたりするんですけど、いや、寂しくなるのはこっちっすね。カブトムシマジで9月に入ったらいなくなるんで。いやー、結構カブトムシのメスもやりますね。結構ひるんじゃったの、コウギリクワガタ。でさ、この木意外といろんなとこに樹液出てるわ。こんな木あったんやな。全然気づきませんでした。ただこっちの方とかは全然いないな。アブラゼミがいますね。セミはまだまだ鳴き声とかも衰えないですね。普通に昼間になったら鳴いてます。お、この木も結構樹液出てますね。ただパッと見いないですね、カブトムシクワガタ。結構いい感じに出てんやけどな。こっちとかは、あ、でも樹液出た後あるな。これとか多分この間まで出てたんやろうな。
あ、微妙だなこの木。おお、こんなとこにハラビロカマキリがいるわ。ハラビロカマキリのこれメスの成虫っすね。これからはカマキリの季節ですね。結構最近成虫になったカマキリが多くなってきました。いや、秋になったらカマキリ採集いっぱいやります。セミが羽化しております。多分アブラゼミですね。いや、もう結構夏の終わりになってきたけど、セミの羽化はあとちょっと見れますね。ちょっと天気悪いのもあるかもしれないんですけど、あんまりいないですね。あの本命の木とかあの周辺しかいないです。はい、というわけでちょっと雑木林微妙だったんで、家の近所のポイントにやってきました。あんまりこの辺で動画映したことないんですけど、ここね、神社の横の森で結構カブトムシとかクワガタいるんですよ。あー、おったけど車にひかれちゃってますね。結構道路歩いてたりするんですよねこの辺。おったおった、生きてるやついました。カブトムシのメスですね。今日メスが多いわ。いや、よかった、生きてるやついて。結構ね、この辺さっきみたいに車にひかれてるやつが多いんやけど、生存者いました。ちなみに家から徒歩1分の場所です。はい、ヘビがいました。これ一瞬なんやろと思ったけど、ヘビですね。で、これ模様見たらわかるんですけど、一瞬マムシかと思った。ただこれは青大将ですね。マムシこんな長くないし、青大将のベビーってこんな色なんですよ。はい、顔が見えました。正真正銘の青大将ですね。結構マムシと青大将の幼者は見分けがつきにくいんで、わかんない人は触らないようにしましょう。いやー、結構惹かれてるやつが多いわ。また惹かれてるやつがいました。はい、こんな感じですね。結構家の周りにもいろんな生き物がいて面白かったです。ってことで、今回はそろそろ帰ろうと思うんですけど、なんだかんだカブトムシクワガタ見ることができました。ただまあ、もう8月も終わりなんであとちょっとですけど、またカブクワ採集は行こうと思います。